皆さんこんにちは、作曲家の西村直樹です。今日もウィナースタジオからお送りしています。今日2017年9月の6日水曜日、今日の諏訪の言葉は稀に見る逸材、稀に見る逸材。そして今日の BGM は漂流2、ジョン万次郎の生涯を描いたアルバムです。この中からふるさとをの次ですけれども、孤島、全アイランドをお送りしています。尺八は田辺正山、高知県今の土佐清水、そこ出身のジョン万次郎、江戸末期の時にですね、漁師でしたが遭難してアメリカの捕鯨船に救われ、アメリカや本土に渡り自由の素晴らしさを知った。当時の江戸はご存知の通り、士農工商という身分差別がはっきりしておりましたけれども、そのアメリカに行くと自由である、平民が大統領にもなれるという、まあそういった、アメリカの素晴らしさを、自由の素晴らしさを知ってですね、決死の覚悟で日本に帰り、自由の素晴らしさを人々に訴えました。坂本龍馬もその一人ですけれども、そして今の日本の礎を築くきっかけになった人物です。そのアルバム漂流2、ジョンズドリーム、ぜひ手に取ってですね、じっくりと聴いていただければと思います。それでは今日一日が皆様にとって素晴らしい一日でありますように。